作兵門外の変。作兵門外の変は、江戸時代末期、幕末の文久三年五月二十日、1863年7月5日、尊能上位を唱える、過激白毛として知られた、姉賀孔寺光治右この絵少将、国寺三世が、近利作兵門外の猿が、辻で暗殺された事件。猿が、辻の変とも、一天上人の暗殺にとどまらず、 当時の中央政局に大きな影響を与え、同年の8月18日の政変が起きるきっかけにもなった。以下、本校における日付はすべて旧歴、天保歴によるものである。文久三年、1863年5月20日午後10時ごろ、町議を終え、議州門から退出して帰宅の途に着いた姉が工事コーは、金利の追従を北回りに通り、 作兵門外を越えたあたりで覆面をした、四角三人に襲われ、顔や胸部に重傷を負った。直ちに自邸に搬送されたが、そこで絶命した。去年二十五事件現場には、犯行に使われたとおぼしき刀と犯人のものと思われるぼくりが遺棄されていたという。この事件が起きる以前にも、治安の士官や、政局の激化に伴い、江戸では、桜田門外の変、 坂下門外の変といった政治的テロ事件が続発。また京都では、天中と称する要人襲撃事件が相次いでいた。しかし被害者の多くが、幕府関係者内し新幕府派とみられた公家、武士、地下人、学者などであり、加害者側が、尊能上位過激派と思われるのに対し、作兵門外の変の場合、被害者の姉が工事はむしろ当時の早く上位派の代表的存在であり、 その点が異例であった。暗殺された、姉が孔次孔次は、早く上位派の若手区家で、長州藩、土佐藩など、出身の小僧志士から名手として仰がれ、政局の中心に踊り出ていた人物であり、薩摩藩とつながりが深く新幕府的な、後部合体派の全官白、この江田弘也や、親、長州的な過激尊上思想を好まない右大臣二条、成行らと対立していた。 この時期の政治状況は、しばしば、尊王上位派と、皇部合体派との対立構造で語られることが多いが、いずれの派も、尊王の志は有しており、国防意識という意味においての上位概念も少なかず、持っていたため、尊皇対、砂漠や、上位対、開国などと単純に対極化できる性質のものでは、なかった。黒船来航から10年近く経過したこの時期には、 すでに上位論そのものも変容ないし多様化していた。一方で、偉人斬りに代表される感情的な上位論や、その逆に積極的に国を開いて、自由交易を行うべきであるとする単純開国論も依然存在したが、この文久期の現実的な上位派政治運動としては、幕府の結んだ通称条約を付加として、これを即刻破棄し、和親条約の段階に戻って、 改めて外国との交際を仕切り直そうとする、早く上位論、即根上位と、むしろ外国との交易を通じて、日本の国力を高め、その上で異国と堂々と、退治すべきとする、大上位論、全身的上位の二つに集約されていた。薩摩藩や越前藩などの後部が大破、暗殺される、直前の姉が工事に影響を与えた、かつ改修などは後者に属したものであり、 必ずしも明確な砂漠、開国論だったというわけではない。前年まで、後部合体的、大上位的な構想である、公開延略策を推進しながら、その主相者である、長井雅楽の失脚を境に大きく、路線を変更した長州藩が、この時期判世とした、早く上位論は、通商条約の締結主体である幕府の、外交代表としての正当性を否定するものであり、 彼らにとっては、幕府の権威を失墜させる有力な政治手段にも、なり得た。一方、後部合体派は急激な体制の変化を望まず、体制委任論に従って、国政を任された幕府が朝廷と緊密に連携する、ことによって、非常事態を乗り越えようとしていた。そんな中、立平状況という実力行使で、後部合体、幕政改革、文級の改革の実を挙げた、島津久光。 薩摩藩主の父率いる薩摩藩と、長州藩との政局の主導権をめぐる暗黙の対立は先鋭化していた。姉が工事工事は、前者に属する長州藩や、それに同調すると左藩の一部勢力と結び、三条、三らと江戸へ下って、将軍、家持の上落を共用するなど、早く上位派の中核として知られるようになっていく。文久2年。 1862年12月には、朝廷に国事係が設置され、三条、姉が光次らと新幕白下との間の構想が本格化する。翌年2月13日には、後部が大派の九条久田が、前関白、小賀の県通、前内大臣、岩友美らが失脚し、同日に設置された国事三世、よりうどの人事は三条、姉が光次ら過激派が独占し、 調整を求じりつつあった。ただし、過激派が数形する、公明天皇自体、外交面においては、早く上位論者であると同時に、内政に関しては、体制委任論をもって、幕府の統治を強く支持しており、早く上位派、後部が大派双方にとって矛盾した存在であった。天皇は三条、姉が工事や長州藩などの過激派にとって、上位論を盾に幕府を強括し得る。 最有力な手段であった。これが後に、天皇の意図ためた直視が乱発される原因となるが、当の天皇にとっては、過激派の主張するような幕府を頭越しにした、天皇神聖による上位の実行は全く想定に、なく、むしろ三条、姉が講じら従来の懲爆関係や朝廷社会の秩序を乱す区げらを忌避していた。その反面、後部合体派にとっては、天皇は、 幕府の支配権を保障してくれる大きな後ろ盾となっていたが、一方でその強硬な上位論は包囲させることができず、外交担当者を困惑させていた。このようにどちらの勢力にとっても曖昧な存在であった天皇は、自派に有利な看板として争奪される対象の意で、玉と呼ばれ、対立の激化の原因にもなっていた。その点、寺田や騒動で自販紙を含む 過激派を粛清し、強引に、後部合体策を推進しておきながら、一方で、生麦事件を起こして、上位派を狂気させた、島津久光は、その矛盾した行動ゆえに、公明天皇からの絶大なる信任を獲得し、中央政局での政治的地位を急速に上昇させていた。この時期の島津久光の同志である、孫遊親王、後の国宮朝彦親王も、 後部合体派の重鎮として調整における存在感を高めていく。これらの勢力が、早く上位派の三条、姉が工事らと激突するのは必然であり、姉が工事暗殺も京都政局及び、公明天皇をめぐる主導権争いが背にあると認識され、実験直後から、薩摩藩の関与が噂された。実件翌日、武家天僧、野宮佐大佐は、将軍、家持ち、 京都市護職、松平片森及び在京中の大名に対し、資格を探索するよう命じた。将軍からも、同様の沙汰が諸藩へ発せられ、また京都市護の任に当たる藩には、近利九門に厳重な警備体制を敷くよう命じている。事件現場には、犯行に使われたと思われる刀が遺棄されていたため、その刀の所有者を割り出すことから捜査が始められた。狂気の刀は、 奥、泉守忠田の名があり、薩摩風のこしらえであったため、当初から薩摩藩関連者の犯行と目されたが、薩摩藩側は逆に、犯行現場にわざわざわかりやすい狂気を残すというのは、薩摩藩を陥れる暴略であると主張し、薩摩藩人説を否定していた。事件2日後の22日、薩摩藩邸に潜伏していた土佐老子の那須信吾が、姉が光事邸を訪れ、 遺棄された刀が、薩摩藩士、田中新兵衛のものであると証言した。これを受けて、姉が孔次家は、京都守護職、長奉行に対し、田中を犯人として告訴した。26日、武家天送、坊城都市勝及び三条、耳の依頼により、京都守護職の合図藩は、東道院高役氏の田中の偶教、旧氏、田中新兵衛及びその場に居合わせた、二連玄の城。 下僕の太郎を逮捕し、傍城邸へ連行した。しかし、合津藩は、京都市御主職の職症場上、容疑者の逮捕までは行ったが、薩摩藩との関係悪化を恐れ、交流、取り調べは拒否した。傍城は、京都町奉行、長井久氏に命じて町奉行所に交流させたが、田中は隙を見て奉行所内で自決してしまい、真相究明は、不可能となった、なおにでは、 芸州判定、太郎は、米沢判定に預けられた。この責任を取り、長井は、京都書次第、牧野忠地か、越後長岡藩主に謹慎を申し出ている。田中の自殺により、真相は永遠に、闇の中に渦もれることとなってしまった。現在でも、なお事件の真犯人について諸説あるが、田中を実行犯とする説が最も有力である。真の動機は不明ながら、 薩摩藩の意向とは関係なく、単独犯行として強行に及んだと思われる。田中はこの頃、精神不安で、ノイローゼ気味であったという証言もあり、衝動的な犯行と見られる。田中が犯人であったとしても、上記のごとく自害してしまったため、はっきりとした動機は不明である。しかし、田中はそれまで、島田左近、九条や侍、本間誠一郎、 越後出身の志士らの暗殺関わったとされ、土佐藩の丘大蔵と並ぶ過激派の資格であり、それゆえに同じ陣営である姉賀孝二の殺害は一見不可解な行動のように見える。だが暗殺の動機は姉賀孝二の変説であったとみられる。姉賀孝二はこの時期まで早く上位派の名手として知られていたが、実は遭難する前月に大乗異論に転じる動きがあったためである。 当時京都に上落していた将軍徳川家持が4月21日に石灰大阪湾巡視のため大阪へ下るに及び早く上位派の間では将軍が天皇との上位の約束を保護にして江戸へ帰るのではないかという疑念あったそこで姉が孝子も将軍の同性を探るため23日に早く上位派の志士たちを帯同して大阪へ下ったしかし大阪で 幕府軍艦奉行並み、勝海舟と会談し、世界情勢や海軍の必要性を根んと説かれた姉賀工事は、勝値の現実的な開国大乗移論に大きく、感銘を受け、これまで持っていた関連的早く上位の心情が、動揺し始める。事件の、約10日前である5月9日には、武家天送から幕府に対し、石灰防御総督の任命や長崎に挙官を、 製造するための製鉄所設置などを命令しているが、これは姉が工事の影響によるものであろうと、価値推測している。また、事件翌日に姉が工事暗殺を聞いた価値は、国家の代価と大いに嘆いた。こうした姉が工事の変説は、早く上位花内部でもごく一部にしか知られていなかったが、竹市瑞山、土佐藩士、轟武兵、熊本藩士ら同派中心層は、 姉が孔二が勝ちに牢絡されたと疑い、事態を深刻に受け止めていた。以前から、竹市の命で、妖人襲撃に関わっていたと見られる、田中新兵衛の耳にも入っていた可能性が高い。姉が孔二の変説は、まだ広く知られておらず、早く上位派として暗殺されたと捉えられていた。実際、姉が孔子殺害の翌日には、姉が孔子の同志と見られた三条耳を名指しで、 脅迫する張り紙が学習院の門に貼られていた。このため姉が工事殺害犯についても、早く上位迫下を忌避し、また彼らの後ろ立てたる、長州犯の対等を心よく思わない、薩摩犯の仕業であるという見方がルフされた。さらに田中新兵衛の自陣により、薩摩犯の立場は、ますます危うくなる。疑念の目で見られた薩摩犯は、金利九門の一つである。 官五門警備の任から外され、さらに、薩摩藩関係者の旧門内往来が禁じられるなど、次第に京都政局から排除されていく。このため、薩摩藩及びその後ろ立てであった孫雄親王の発言力も大きく後退した。こうして、作兵門外の変は、結果的に姉が孝二という騎士を失ったはずの、 早く上位派勢力がむしろ増上していくきっかけとなったのである。孫悠親王までが6月5日には上位の先方となることを請願し、早く上位派への迎合を見せるなど保身に走るようになった。こうして、公明天皇と後部合体派の連絡が遮断された結果、三条らに牛耳られた朝廷では、上位新政大和行行計画が起とされ、天皇にとって、 本意ではない直所が乱発されることになる。危機を感じた、公明天皇は、5月29日に重ねて、島津久光に対し、上京して、肝心、三上羅を刺すを排除せよとの密直を下すが、久光は、生麦事件の賠償問題がこじれて、イギリスと係争中だったために、鹿児島を離れられなかった、7月2日に、撮影戦争が勃発。そこで上京できない、 島津久光に代わり、薩摩藩士高崎昌風と孫遊新王を中心に、公明天皇の周囲から、早く上位派を排除する計画が立てら、京都守護職を務める合津藩を巻き込んで8月18日の政変につながっていくことになる。以下、資料引用文の求字は真摯に改めてある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。